はい、また来てしまいました。ここです。いや、ここだってどう考えても魚いますよね。台風一過だし、 あそこに人がいる。で、今日まだ早いんですよ。日曜日、まさかの3回連続。まだね、3時11分で、もうピーカンなんで、今日はこれ持ってきました。ライトタックル 2600FF FF だよね。そう、 2600FF の5にこういうのつけました。これデュオのキラキラブレードがついてる、これ海の方のブランドのやつだったかな。まあそんなのはね、メーカーが決めることだからそれはいいとして、それにドライブスティックをつけて、沈めてもよし、巻いてもよしみたいな。これでこのウェイトが 3.5 グラムで、このワーム何グラムあるんだろうな。まあそれで8グラムぐらいかな。で、このロッドも一応キャパは、表記キャパは8グラムまでだから。で、今日はね、これをやりたかったんですよ。このナスキー C3000 に2500のシャロースプールをつけて、ナイロン8ポンドが70メーターぐらい巻けるのかな。これバスにちょうどよくないですか。この組み合わせベストだなと思ってやってみようというわけで。でもこのね、この対岸向こう西側なんですよ。スカイツリー見えますけど、だからこれからね、日陰になることはないから、このテトラのね、隙間を狙って。いますよね、黒い背中は。なんだろうな、ちょこまか泳いでるから、バスでも、バスの可能性すらある気がするんだよな。あ、そんな方投げないよ。何やってんの。穴釣りってやつですね。ちょこまか落としてやっていったらいいんじゃないかなと思って。このテトラのね、テトラがあるってことは日陰があるってことだから、これどうしたらいいんだろうな。こういうところはピッチングなのかな。このスピニングの腕が試される修行です、修行。もう、ああ外れちゃった。このね、ブレードっていうか、ウェイト付きのフックはね、これなんですよね。ピンを刺すようになってるから、もう絡まっちゃったらね、刺し直しが効かないっていうかね、難しいっすよね。で、これ多分海用のワームってちょっとビニールっぽいっていうか、丈夫じゃないですか。だからこんな細いね、ピンなんですよね。だからこの昔ながらの密度の低いワームには向いてないのかもしれない。すぐ刺さんなくなっちゃうだろうね。まあそれはしょうがないとして、高比重ワームっていうのがいいのかな、エストラマーっていうのがいいのかな。リールと同じぐらいの長さに持って、で、テトラの、見えてるテトラの東側を通せば日陰があると。いや、暑いな。いや、普通のあれフックにしようかな脳進化で投げた方がストレスが少ない気がする。これ多分キャスティングしたらさ、外れちゃう気がするんだよね。やってみようか。ルートがありそうなところで、風がね、そよ風。ボラは相変わらず元気。わあ、結構流されるな。サイドキャストじゃないとダメか。ああいうところに止まってる枝は何なんだろうね。あそこ流れが滞留してるとかなのかな。大きいものに引っかかって止まってるのか。向こう投げたいんだよな、いつも一匹いる場所。まあ、なんとかワームはくっついてはいる。ああ、でもブレードが絡まってるじゃんね。これダメなんじゃないの、これ。やっぱボラかな、背中黒いの。今そこに10匹ぐらいのスクールがあったな。
あんまり高く投げると戻ってきちゃうね。あのゴミの下かな、いるとしたら。あっち行くか。その中に落っことしてみようか。普通の服にしよう。ジグヘッドがあったんでジグヘッドにしました。いや今服変えてる間片膝地面についてたけど膝があっち、やばいね。こんな浅いところにいらんないか魚も。向こう行ってみようか、こっち人いるし。さあどうすか、憧れのテトラ隊。この辺まで来ればいいでしょ。もうちょい行ってもいいけど、ちょっとね、道がないかな。両手空いてれば行けるけど、多分ロッド持ってるし、リックは多少重さがあるからバランス崩すし、ここであのね、缶が浮いてるとことかね、ピシュってどうやって入れんの。来たはいいけど、ピッチング？いるかね、影の奥底に。脳進化の方があれかな、ふわふわさせていいのかな。テトラとテトラの合わせ目にはまっちゃうとね、引っかかるっていうか、はまっちゃうよね。こういう引っかかり方してあれだね、 TX の方もきっと回収不能になったんだね。あ、取れた。いるな、なんかヒレが動いてんな。濃いかな。むず、今なんか寄ってきたな。こんだけ物陰がありゃバスの1匹や2匹いるわな。ただここは乾いてても滑ります。落水注意。ノーシンカーかな。引っかかるか。あー、ワームと飛んでっちゃった。飛んでっちゃった、取れちゃった。平らな地面が欲しいな。得意のクレイジーシェイカーで。これね、クレイジーシェイカーって名の通りね、いい動きするんですよ。あ、エアテールみたいになってる。あ、これいいじゃん。これ放置で釣れるわ。アングラーズチョイス。売ってんのか今。昔、この色が大好きで、まあ実際釣れたんですけど、もう上州屋行って見たら買って、やってたら、在庫が、僕のところに在庫が残るっていうね。さっきそこに、魚影は見たんだぜ。もっと奥入れたいな。いいじゃん、だんだん上手くなってきた。ただね、これ今しゃがんでるからね、足がしびれるっていう。あんま粘らない方がいいか。あの辺とちょっとね、ぽっかりテトラがないとことかね、狙いたいけどね、深追いは禁物だからね、こういうところは。そことか、前に僕が見た人もこういう釣りをここでしてたんだろうな。あの時の僕が向こうに立ってる人で、あんなとこで何やってんだろうなと思って向こうから見てたけど、こんなことをやってたんだと思う。そろそろ4時だから巻物やろうか。ここね、一回来たかったっていう場所でもあるから、夢が叶ったっていうことでいいんじゃないですかね。じゃあここでアクシデントがなければ巻物タックルにチェンジしてると思います。ちょっと魚影が見えたからやるわ。
そこじゃない。あ、ボラかな、キラキラしてんの。バスあんな銀色じゃないもんな。戻ろう。いいよ。と同じ属性の、俺は巻きたいんだぜっていうタイプの方だったのかもしれないですね。もうここまで来ればね、戻ったも同然だから。いいよ、濡れてるところは絶対滑るからね。ピョンピョンはダメですよ。さて、たまたまね、鉄板スピンテールっていうあたりをあそこで拾ったけど、前より水位はあるのかな。もうぬるっと水面に背びれを出す動きは濃いですよね。向かい風に投げるとロッドの風切り音がすごい音するね。そうだ、今日はここにこだわらないで向こうの橋とか行ってみようと思ってたんだ。このタックルでちょっと向こう側、船着き場の向こう側のテトラ行ってみようか。同じところばっかやっててもね、期待があるからやってるんだけど、やっぱりその場所に飽きちゃうっていうのはあるからね。僕の場合はね、いくら釣れそうだと思っても、せっかくね川なんだから海まで行ってもいいぐらい。はい、角には人がいたんで真ん中あたり、カニはいる。あ、そうね、はい、どうだろうな、ここ日が差し込むよね、1メーターぐらいまでは。そうなるとやっぱりこう東岸は午後は厳しいのかな。やっぱり朝来るべきだった。あの角の人も、なんだろう、沈めて巻いてる感じかな。秋は巻物か。秋は巻物って言ったってさ、日中は沈み物なんじゃないの。どうすか、こんなワームの使い方ないよ適当すぎんだろっていう。キワキワになるべくね、日陰の近いところで。このラインは確か比重が重めのやつなんだよね。リミテッド、白っぽいピンクっぽいやつ。このロッドで釣ったら面白いだろうな。一回釣ってますよね、花畑運河で30何センチ。あれはシザーコームの 3.8 ノーシンカーでね、でめっちゃ竿曲がるからね、これ0番は。硬さは感じるけどね。一等が時間がかかるよね、ボトムの釣りって。日が傾いてきたから巻物タックル準備するか。おやつの時間です。今16時27分、はい、ベイトに変えまして、スコーピオン 1652R の5にスコーピオン DC、 今日は P ラインです。これはもう巻物専用タックルなんで、ロッドはね、今日1703か迷いました。ただ1703だと 10g からなんで、もっと軽いのも投げたいなっていう、まあ迷いですね。迷った時は1652で、リーダーが25ポンドナイロン、
で今ついてるのがスピンソニック 10g。 この時間帯これこの色じゃないですか。で岸際はもうテトラにゴミがいっぱい引っかかってて、まあたまにこういう太い木もあるからね、手前は回収と。で今こういう風に風が吹いてるからブレーキを弱めるか。風が向かい風だったら3でもいいと思うんだよな。これブレーキどこに合わせんだ。ポッチみたいなのがないのか、このくぼみか。それ追い風だから2で。ラインが流れちゃう。早めに巻かないとどんどん岸に流れでね、川の流れで岸に寄ってきちゃって、こっちにね遠くで寄っちゃうといろんなもん引っかかるから。で手前は回収と。1でもいいんじゃない、追い風だから。ダメみたい。でこういう時のために P4 号、ね、太いの巻いとけばなんとかなるから。バックラッシュしないんだから。ナイロンラインの方が多分中身まで深くバックラッシュすると思うんだよね、した時は。でもちょっとな中がなんかボコボコしてるな。まあいいか、絡まってなければね。調子に乗ってね、もうブレーキはもう 2から1はね、もうサミングできる人、上手にサミングできる人だけが1を使えばいい。さあどうだ、連れていいぞ。シーバス、ブラックでもいいけど。水門の方、向かい風だと3、4、ウィンドウっていう、ウィンドウにしようか。もう僕みたいなのは。おお、すげえブレーキ、キューってブレーキかかる。安心、これだよ DC ブレーキは。あれか、すごいね、キュ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 ってブレーキかかる。3でもいいでしょう、いくらなんでも。でこれは XG だからちょっと意識的にゆっくり巻かないと、さっきからね水面に出てきちゃうから引っ張りすぎて。ブレーキかかりすぎしてね、距離感が分かんなくなっちゃうね。だからショートキャストの時はブレーキ弱めても、ちゃんとサミングしてねコントロールすれば大丈夫と。もうぶん投げたい時は逆にブレーキ強めにかけないと直せないぐらいのバックラッシュしちゃうから何これ、あ、バックラッシュが出てきた。ここはこれビミニツイストだな。ビミニツイストが緩んでんの？ダメじゃん。ハーフヒッチ、逆からハーフヒッチ。本当はエンドノットだよね。エンドノット夕方になってロッド持って歩いてくる人が増えた気がするね。人が来てた。何狙いだろう。投げ竿だな。ルアー勢はさすぐいなくなるから。あれ、バッカン持って椅子持って、あれは何狙いだ。夜こませまくような、なんていうの、深瀬釣りってんだっけ。新しい言葉がもう分かんないから何のこと言ってんのか。餌釣りでいいじゃんね。ここの真ん中のね、水門と水門の間がね、結構ぶっ込みっていうか、その餌釣りやる人は人気のイメージですけどね。もう一人降りてきたよ。
ちはどうだい。いいとこ落ちた。バックラッシュの面影が。ライン巻きすぎかなこれ。台風一過でみんなそれぞれ狙いが違うんだけど、違うんだろうけど、何でも釣れやすくなるのかな。ちょっと一回追い風でライン出したいな。この輪っかになってるところが変な音を出してる気がする。やっぱここだ。治ったかな。また一人降りてきました。あの人はバスっぽいな。今日は0番と2番の組み合わせで 2g から 28g まで、2600が 2g から 8g で、1652が 7g から 28g だから、まあつながりのいいライトリグからミディアムヘビーぐらいまでのタックルだと思うんだけど、ミディアムヘビータックルじゃないのか、扱うルアーか。まあこれで僕 30g も投げるつもりですけど、次は2701と1703の奇数コンビ、そうすると 4g から2701が 14g ぐらいまでだと思うから、で1703がまだちょっと緩んでるとこあったな、1703が 10g から40g だったかな。ビッグベイトね、ダヴィンチね、王様カラーいいけど1万円は高いわ、さすがに。だったらダウススイマー買う。まあ僕はダヴィンチがどういうルアーだか知らないですからね。まあいいルアーなんだろうけど元が高いですもんね。7000か8000するんですよね確かね。でコラボカラーだから、まあ、イレギュラーな発注をしなきゃいけないからちょっと高くなるよっていうことだと思うけど、1万円のルアーなんかね、足元に浮かべてかっこいいなって眺めるぐらいしかできないよな。さっきのとこ戻ってみようかな。ここ別に水門あるけど流れ込んでるか流れ出てるか分かんないしね。でこの玉砂利入りのチョコレート滑るしね。純粋なコンクリートの方が好きだわ。さあさっきの場所、いきなりね戻っても空いてるとは限らないから、この沿いにねまたちょっと投げてみて。今日ねあのライトタックルの方でね 3g だっけな、ちっちゃいポッパーがね、まあ、缶釣り用に買ったんですけど、風がなければねやってもいいかなと思ってたんだけど、まあ、爆風とは言わないけどずっと風吹いてるからね、今日はトップウォーターはできませんでした。これもいいけどルアー変えようか。ノースクラフトのエアオグル770スラローム、今なんかいたな追っかけてるやつが。重っ、沈に投げられない。サイドキャストで投げればいいのか。あんまり岸沿いすぎるとこうなるんだよね多分ね。飛ぶ。これ20グラムあったっけ。あ、どうなってる、どうなってんの、どうなってんのこれ。
これで解決する？で、こう？なんでこんなことしなきゃ解決できない状態になったんだ。そして沈んだルアーは大丈夫なのか。あ、ここまで戻ってきたの？なんかあのバフって空気を含んだ音はさ、ライズボイルっぽいよね。あのボラジャンプはバッチャーンだもんね。あのバフっていう音はさ、捕食音じゃないの。なんかここがヌルヌルしてると思ったら蜘蛛の巣が引っかかってる。ヌルは変えるか。これは弾丸ソニックだっけ。 30g。 これはメタルバイブだから巻くだけ。これのグリーンゴールド欲しいよな。さあ GoPro 外部電源をつなぎまして、この横並びでそれぞれ違う魚を狙ってるっていうのが面白いですよね。もうぶん投げんのやめようかな。5時33分でもブレーキ3だぞ。水面の上は風向き複雑か。2でした、すいません。調子乗りました。そろそろ浮くやつにしようかな。カウントダウン、アバシ9センチのやつ。これここでちょっと投げて、最初にいた場所に移動しようかな。ちょっとアクションつけた方がいいみたい。お、いるじゃん。移動しよっか。5時51分さあ水面の時間帯な気がする。さざ波立ってないところでさっきからモヤモヤしてる。そこに向かってアンダートイッチャーコツコツやってみようかなと。ほら、あれ濃いかな。背びれチラリは濃いの確率高いんだよね。ほらやってるでしょ。なんだなんだ、あっちでもこっちでも消防車か。同時多発？こっちは救急車だな。対岸は消防車だな。でも消防車がいるってことは救急車もいるんだよな。なんか事故があったのかな。最近よくねキャンピングカーが駐車場に止まってたんですよね。それは関係なければいいけど、こっちはすごいな。4台赤色灯が見える。あれ、セミ鳴きやんだな。終わりか。6時14分火事なのかな。気持ちが落ち着かないね。水面も静かになったし。終わりか。
でかいな。帰ろうか。6時21分終了です。